皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。バレーボール男子日本代表の石川祐希、ペルージャ、が18日、セリエーの24から25年シーズンへ向けてイタリアに出発した。同日に自身の SNS を更新、サムアップポーズの絵文字を添えながら、行ってきます。イタリアセリエーのペルージャでバレーボールを極めてきますと投稿した。写真。 サムアップポーズ出発前の空港で爽やか笑顔を見せる石川勇希金メダルを狙ったパリ五輪リではイタリアにフルセットの末に敗れて2大会連続の8強石川は勝つチャンスを持っていながら僕が最後一本を決められずこのような結果になってしまった責任を感じていると大粒の涙を流し悔しがっていた帰国してからは 4年後のロサンゼルス五輪でのリベンジに強い意欲を示していた。24から25年シーズンは、世界クラブ選手権2連覇やリーグ制覇を果たし、世界最強、と称されるペルージャでプレーする。指揮官を務めるアンジェロ・ロレンゼッティ氏は、大学生でセリエアーに初挑戦したモデナ時代の監督。セリエアー移籍10年目を迎える節目のシーズンへ優勝のみを目指して、 世界一に近づけるようにしたいと意気込みを語っていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。